どうも、まさるです。さっきね、復帰動画をね、出したんですけども、ちょっとさすがに言葉足らずすぎたかなと思ったんで、こういう動画をね、撮ってます。で、まずね、ちょっと本題に移る前にですね、ちょっと二つ、皆さんにね、お話ししなきゃいけないことがあります。ご心配をおかけして、申し訳ございませんでした。もうびっくりしたよ。こんなに大事になると思ってなくて、俺自身ものすごくびっくりしました。俺、詐欺か密漁で捕まってることになってるもんね。うん。俺ってそんなに印象悪かったんだって。ちょっとね、悲しくなりましたけど。でですね、二つ目なんですけど、俺は一応キーっていうね、事務所にね、所属してるんですけども、俺が休止した際に、キーが何も説明しなかったと。で、それに対してですね、結構批判が集まってたんですけど、これはね、俺が、ちょっと、こういうことをしようと思ってるんで、ちょっと申し訳ないんですけど、キーの方から何も言わないでもらってもいいですかっていう風に言って、で、キーが快諾してくれたっていう感じなんですよ。うん、だってこれってさ、言ったらさ、キーからすればさ、自分のところにいる YouTuber が休止したのに、何の説明もしないってさ、明らかに信用を失うリスクがあることを、わざわざ快諾してくれたわけであって、そう、だからキーを責めるのはやめてください。完全に俺が悪いです。はい。で、そろそろ本題に入るんですけども、今年はですね、コロナウイルスの流行で、なかなかしんどい年だったと思うんですよ。なんだったら、現在進行形でしんどいじゃないですか。で、俺ふと思ったんですよ。あれ2020年って、このまま終わっちゃうのかなって。いや、俺それは嫌だなと思って。で、俺はやっぱり漁師である以前に YouTuber なんですよ。ことわざでもさ、終わりよければ全て欲しいっていうのがあるじゃないですか。それで、2020年最後、12月、俺が盛り上げてやろうと思ったんですよ。2020年最後ね、少しでもいい気分で終われたらなという思いでですね、この企画が始まりました。これはね、ものすごい綺麗事じゃんってね、思うかもしれないんですけども、なんかこの暗い時期だからこそ、そういう綺麗事だとか理想とかを超えたかだかに言っていきたいなって、僕は思うんですね。普段ならね、俺はこんな臭いことはね、言いたくないけど、こういう時期だからこそ、言いたい。それでですね、まず一つ決めたんですよ。12月、毎日投稿しますと。でもそれだけじゃ面白くないなと思って、何しようかなーってずっと考えてて、そうだ、サバイバルしようと思ったわけですね。で、サバイバルも他の YouTuber がもうすでにやってるような感じではなくて、10日間行ってこようと思ったわけですね。で、10日間行くっていうことは、10日間音信不通になるじゃないですか。10日間も音信不通になるんだったら、もういっそのこと活動休止しちゃおうかなと思って、活動休止するに至りました。これがね、活動休止の流れです。でですね、ここからお知らせなんですけども、じゃあ12月どんな動画が上がるのかという話なんですけども、まず12月1日にですね、440キロのイタチザメを捌く動画が上がります。もうこれはね、日本の YouTube 史上、捌かれてる魚の中でダントツにでかいと思う。なんだったら、世界的に見ても、440キロのサメをさばいてる動画なんて、多分ないんじゃないかな。おそらく YouTube 史上最大の魚さばき動画が上がります。そして、12月5日からですね、五右衛門風呂の動画が出ます。完結します。1日では完結しないけどね。サブチャン見てない方はね、ご存知ないかもしれないんですけども、サブチャンでですね、五右衛門風呂を直すっていう企画をずっとやってまして、それがついに完成すると、いった感じですね。これを聞くとね、多分ね、みんな思ったと思う。毎日投稿するとか言って、そうやってサブチャンで逃げるんだと。これはね、俺言わせてもらいたい。メインチャンネルに上げるほどでもないなっていう動画を、サブチャンに出すっていうシステムをしてるわけじゃなくって、メインチャンネルは漁師としての動画、サブチャンネルは DIY の動画っていう風に分けて出してるわけであって、実は、サブチャンネルの方が5倍ぐらい労力かかってるんですよ。撮影時間も普通に5倍以上かかってる。実はメインよりもサブの方が力入れて動画が作られてるっていう謎の現象がね、起きてるわけですよ。で、そっちの動画が上がります。正直サブチャンの方がね、面白い。実は。で、五右衛門風呂の動画は、一本完結の動画じゃなくって、1話、2話、3話、4話、5話っていう風にずっと続いてる中の動画なんで、まだ見てない人とか、見てから結構時間空いてる人はね、12月5日までに前のやつを見ておいた方が絶対楽しめるんで、ぜひぜひね、チェックしてみてくださいと。そしてですね、12月10日から、10日間、サバイバル動画ずっと上がります。俺の培ってきた経験をすべてぶち込んだような動画になってて、めちゃくちゃ面白いんでね、皆さん楽しみにしておいてください。はい、そんな感じでですね、12月、本気で頑張っていきますので、皆さんは楽しむ準備をしておいてください。ということで、それでは。
やっと着いた。食料なし、水なし、火なしです。